ここは確か俺、あいつと階段から落ちて。なんだ？ねえ！俺あいつになってんじゃねえか！なんで入れ替わっちまったんだ？知らない。知らねえってお前、つか何見てんだよ！だって股間に変なものがついてるんだ。人のもん勝手に見るんじゃねえ！これどうやったら取れるのかしら。取れねえよ。それよか、どうすりゃ元に戻れるんだ？方法ならわかるな。私たち階段から落ちた。キスした。そうか、じゃあ早速。ペッ、キスだ！ええ、キスよ。知らない。もちろん知ってるけどよ。試しにしてみましょう。ちょ、マジかよ。おお、マジで戻りやがった。私たち、キスで体が入れ替わるんだ。すげえじゃねえか。ええ、だから山田くん、おもう一度してみる。お前、優等生のくせして、とんだハレンチ女。バカじゃない。朱雀高校に魔女伝説？他にも俺たちみたいな奴がいるってことか？だから魔女を探すんだわ。魔女はみんなきっと山田くんに見つけてほしいと思ってる。だって私がそうだったもの。山田くん、あなたは私の世界を変えてくれた。あなたにしかできないことがある。あなたにしか救えないのよ。だとしたら俺は何を望んだんだ。いや、魔女に会っていけばわかる。そんな気がする。山田君と7人の魔女。俺は知りたいんだ、自分がなぜこの能力を持ったのかを。